今陽地さみだれに腰のか、腹を見渡せはいなのにつつ、久コ屋の地水から新五州岩下州間第三夏歌、純徳院、兵衛内氏は、鎌倉時代前期の女流歌人。二世の名手として知られた、藤原隆信の娘、中山忠貞の妻、純徳天皇に出身し、その代理歌壇で頭角を表した。記録に残る限りでは、憲法二年の、 月経文革と歌合わせが初見となっている。その後の数年間に集中的な活躍を見せるが、上級の乱による花壇の崩壊とともに、文献上からその姿を消した。56番左、勝平表へないし涙、川袖行く、水の小掘るより、浮き根の床の夢は結ばず右左絵門の、 ただし、中心境を絶えぬべき道だに貫き山鳥の斧への,の、下に節やはブラン、右歌も異なるなんはべらねど、左の言葉姿ありがたくえおかしく見え侍ければ、万座猿かためかつゆきゆ、東大歌合わせ憲法五年風邸、美しき様にて見どころをはべりそう彼の足間に、鴨の村鳥の遊ぶを、なむみる心地する憲法四年うるう六月日、代理百番歌合わせに春を花の色は築地と、 思うもの式やお褒みや人の血よのかざしに、同歌合わせに夕暮れは何はの足びたき染めて小屋も、あらわに立つけ無理かな上級元年七月代理百番歌合わせに、東屋月を木船川行くせの月の凍る世うにうへこす玉は、あられなぎけり、代理戦歌合わせに忘れられる身は浮き物と世の中に、思い捨てのも行く方ぞなきかものいる。入りの足は、しもがれて己のみこそ青葉なりけれ、俗家戦落書。 ありがとうございます。